見ろよ、あの島。でけえ塔がいっぱい立ってる。空に伸びてるあの光はなんだ。よし、面白そうだ。行ってみよう。ちょっと待ってルフィ。変な形の積乱雲がすごい速度で増えてる。こいつはノックアップストリームだ。なんだありゃ。おい、落ちるぞ。任せろ、フードバースター。いっけ、んって。立て直すわよ。危ない、ジャンボーさん。なんだよこれ。やるかよ。すごい。小僧どもがワフルドに近づいているらしいな。ワフルドには神の息吹が。大丈夫なのか。確かにワフルドにはあの遺跡があったな。麦わらの小僧どもに利用できるとも思えんが、万が一ということもある。ここは手を下した方がいいだろう。では、あの男を向かわせるか。ルフィ、ルフィ、しっかり。はい、もう。怪獣に体を食いちぎられてなくてよかったわ。いや、怖えよ。そんな想像してたのかよ。わ、俺の帽子がね。見つけた時にはなかったな。まいったな、どこに行っちまったんだ。あ、何、沈んでんじゃねえか。うわっ、あぶねえ。なんだこの島、どうなってんだよ。でっけえ氷がするから降ってきた。
なんだこりゃ。変な氷だ。中でなんか光ってるみたいだぞ。ウソップ、信じがたいけど雷を凍結させたもののようね。この島一体昨日のお菓子の嵐の時に降ってきた氷みてえだ。サニーも沈みかかってる。このままじゃ出航はできねえ。ナミさんもいない。探さねえと。ナミさん、ゾロとブラックもいないぞ。どうするんだルフィ。よし、フランキーはサニー号の修理を頼む。その間に他のみんなでナミたちを探しに行こう。いなくなっちまった奴らが心配だ。早いとこ見つけて合流しねえとな。それにサニー号の修理のために材料探しもしねえといけねえ。俺も一緒に行くぜルフィ。この辺りには見当たらねえな。他の奴らのところに行ってき。この辺りには見当たらねえな。他の奴らのところに行ってみるか、ルフィ。よし、行こう。ナミたちいたか？いや、この辺りには見当たらねえ。みんなどこ行っちまったんだ？ここは岩が崩れちまってる。この状態じゃ先には進めねえし、あいつらも島の奥には行ってねえはずだが。おい、ウソップ、これサニーの怒りじゃねえか？ああ、着水の衝撃で飛ばされてきたみてえだな。サニーに戻してやんねえと。なんだ今の声。行ってみよう。
おい待てよルフィ。しかしよ、今のは一体何が吠えてたんだ。みんな合流したらそいつを探しに島を探検だ。いや待てルフィ。おい、ナミスワン。サンジ、いたか、ナミたち。この辺りには見当たらねえ。無事でいてくれよナミさん。すぐに助けに行くからな。この辺りには流れ着いていないようね。みんな全身バラバラに砕け散っていないといいけど。雷雲のない空から落雷、考えられない現象ね。いっでも今はみんなを探すことが先決ね。行きましょうルフィ。この辺、かすかに波の匂いがするぞ。本当か、チョッパー。波の匂いは、この洞窟に続いてる。俺たちより先に流れ着いてたのか。波さん、今行くからね。よし、行くぞ。ルフィ、助けよう。
いつらあのゴリラの仲間か。さっさと追っ払ってナミさんを助けに行くぞ。ぶっ飛ばす。てめえら覚悟はできてんだろうな。おりゃ、うおー、俺を狙った。これでどうだ。覚悟しな、俺はもう。くらえ。なめんじゃねえ。終わったな。もう起きるんじゃねえぞ。なんで急に襲いかかってきやがったんだ。俺たちは別に何もしてねえぞ。まだ来るのかよ、しつこいな。よっぽど俺たちのことが気に入らねえみてえだな。ゴムゴムのガトリング。よし、飯にしよう。どっかに肉ねえのか。あいつら海賊出て行けって言ってた。嫌われたもんだな。さあな、今はナミさんを助けるのが先だ。そうだな、行くぞ。待て待て、ルフィ、そっちの道じゃねえ。あ、そうか。ナミさんはこっちだ。チョッパー、こいつも俺たちに出て行けと言ってるのか。いや、腹減ったって言ってるぞ。敵意はなさそうね。なんだ、それなら道を開けてもらおうぜ。待って、ウソップ。どうした、チョッパー。敵意はないけど、食欲はあるみたいだ。いやー、ウソップ。ウソップが食べられちまう。ウソップ待ってろ、今行く。うちのクルーに何してくれてんだ。
我が物ガトリング。俺の仲間に何するんだ。これで元気になるぞ。めまいが。しっしっし、まとめてぶん殴ればいいんだろ。ゴムゴムのブレッド。ディアブルジャンブ、プルミエールアッシュ。見たか、勇敢なる海の戦士の力を。ウソップ、無事でよかったな。危ねえ、食われるところだった。あの鳥の子、いや怖いわ。こっちで合ってんのか。こっちで合ってんのか。うん、波の匂いがしてる、間違いない。ここを登るのかよ。ナミさんはこの先だ。行くぞ。まだ着かねえのか。ほら、いいから走りやがれ。ナミさーん、今あなたのナイトが行くからね。もうすぐだ。すぐに助けるからね、ナミさん。見えてきたわ。ナミがいたぞ、ルフィ。ナミさんに手出しやがったら下ろすぞ、クソゴリラ。なんだ、またかよ。どけ、サル。あら、こっちにも。ハサミ打ちか。上等だ。どかねえなら、吹っ飛ばしていくぞ。あいつらは俺が片付ける。
面白くなってきたわね。ドスフルール。グラップ。やるか。ゴムゴムのガトリンだ。まずい。ウソッペッパフォーム。いいわ、任せて。ちょっと痛いわ。ああ、ここまで。こちらは俺が片付ける。俺に任せろ。いい勝負だった。もうこれ以上言葉はいらねえはずだぜ。もっと強くなるぞ。俺は海賊。ここまで腕が上がるとは自分でも驚きだぜ。海の一流コックは技も冴えてこそだ。成長を実感できるほど強くなれたのね。怪物と呼ばれようと俺は強くなる。力がみなぎって。ナミさん。ゾロ。ゾロ。おお、ルフィ、みんなも一緒か。ああ、あとはブルックだけだ。迷子のマリモが帰ってきやがった。誰が迷子だ。おめえだよ、クソマリモ。喧嘩しとる場合か。クソゴリラ、今すぐナミさんから離れやれ。ナミの回復が優先よ。ありがとう、助かるわ。
程度だよ。サンダーボルト変身！これは一筋縄ではいかなそうね。ドスフルール！グラップ！飛ばしてやる。ギアセカンド。ゴムゴムのジェットピストル。俺は諦めが悪いんだ。ディアブルジャンブ。プルミエールアッシュ。これは一筋縄ではいかなそうね。肩慣らしといくか。三刀流奥義三千世界。行くわよ。サンダーチャージ。ウィングアーム。おいお前、おろしちまうぞ。肩をつけるとするか。こいつ強えな。ありがとう、助かったわ。なよし、ナミもゾロも見つかった。いい調子だ。俺は勇敢なる海の戦士。今週の俺はナミさん。無事でよかった。迎えに来たよ。ああ、ご苦労。お前じゃねえよ、クソ剣士。すげえな、ガラクタが山積みだぞ。あいつが溜め込んだのか。これは。どうした、フランキー。コードもサイズも申し分ねえな。こいつは船の修理にちょうどいい。俺はこいつでサニーを直すぜ。他にも船の材料に適した樹木が茂っている可能性があるわね。さすがロビンちゃんだ。探してみるか。水や食料も確保しないとな。聞いた通りよ。この島を探りに行きましょう。どこにもねえな。俺の帽子どこ行っちまったんだ。おい待てよルフィ。迷子になっても知らねえぞ。お前が言うな。まだ見つかってないのはブルックか。あいつどこにいるんだ。よっ皆さん、私はここですよ。お、どうしたんだブルック。サニー号が海面に叩きつけられた衝撃で肉体と魂が分離してしまいまして、
肉体だけ海の底に沈んでしまったようなのです。で、私骸骨だから肉ないんですけど。よっ、この辺りの潮から見てかなりの水深がありそうね。海の底じゃサニー号とシャークサブマージ3号が治らないとどうにもならないわ。サニーが治ったらすぐに探しに行くからな。よっ、恐れ入ります。まさかあれが海賊？こうしてルフィたちは謎の島の冒険を開始する。事の起こりはその前日。ルフィたちの乗るサウザンドサニー号は謎の島へ向かい、順調に航海を進めていた。あの男は島に着いたのか？間もなくだ。急がせる必要があるな。あの一味にはニコ・ロビンがいるのだ。そうだルフィ、思い出した。あんたの帽子、女の子が持ってるのを見たのよ。本当かナミ？島に流れ着いてすぐこの浜よ。でもその後すぐにあのゴリラに捕まっちゃったから、女の子がどこに行ったのかわからなくて。じゃあ島にはあるんだな。ありがとう。よし、探しに行くぞ。冒険開始だ。この岩、飛んできたサニーの怒りで崩れたみたいだな。ん？岩の隙間から風が吹いてる。この岩、切るか。ここから島の奥に行けそうね。よし、帽子を持っていったやつを探すぞ。出発進行。ああ、行くぞお前ら。